あなたはこの乱世を治めるのに必要な人。死なせはしません。喋るな。傷が深い。先に陣に戻れ。先ほどは失礼した。義勇兵か。ならば今よりその勇気を拙者に重ぬか。拙者は高孫さん殿の兵を預かる趙軍、あだ名は紫龍と申す。その当軍が黄巾どもに占拠された。腕に覚えはあるようだが、今度は心もとなかろう。
救出の任を買って出たもんだ。黄金の隙にさせておってはこの国全体が焦土となってしまう。誰だ？味方か？
まだ逃げてない奴がいたとは。ここは終わりよ。国に助けを求めても援軍など来る気配もない。公金どもに一心報いたかったが、わしもここまでのよう。じゃあ返す技、体得していたか。これで敵の士気も大いに揺らごうぞ。時間は少ない。
強き気配を感じる。無理は禁物。時にはしたことも策だ。ここは我らで迎え撃つぞ。今までの敵とは一味違うようだ。油断いたすな。
よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは、今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は、別れ際に笑顔を残し、戦場に散った。守るべき者のため、拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫く、そうしたらん。たとえ100万の軍勢が押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。行こう。この山を奪還し、友の無念に報いるぞ。